今野球界では二刀流が話題ですが、ラグビー界にもたくさんの二刀流がいます。まず彼はイケメンと正確なキックの二刀流、イケメンキック。そして彼はハードタックルと覚えにくい名前の二刀流、スコット・フーグリスターラです。そして彼はぽっちゃりと笑顔の二刀流です。おいしいです。